これは、この車ですね。これは、ケーニングセグというね、一見ちょっと聞いたことないようなメーカーかもしれませんが、1994年にスーパーカー専門の、車として、まあ発売されたようなんですね。で、そして一時期はサーブの傘下に入り、それで中国の自動車メーカーに入ったんですが、まあ資金難の、が、で、今度違うまた別の、会社に傘下に入っているというところです。ですから横だり車が好きではないと、ケーニングセグって言われてもね、あんまりわからないっていう人がいるかもしれませんね。まあそういうようなところをこう、まあこういう、まあ、マッチボックスとかを出してくるあたりが、まあ非常に、まあ海外らしくていいなと思うし、日本では聞いたことないけども、まあこういった車を、の素晴らしさっていうのを、なんていうのかな、見せつけてくるっていうのが、なかなかのね、面白さかな、というふうに思います。で、ケーニングセグジェネラと言いまして、ケーニングセグジェネラは、ケーニングセグが2020年に発売したハイブリッドカーである4人乗りのファミリーカーです。で、ケーニングセグはジェネラをオンラインにて公開し、その中でジェネラは1700馬力のハイブリッドカーで、4人乗りの車で紹介しています。そこでぶっ飛んでますね。1700馬力って圧倒的にぶっ飛んでる場合ですね。で、上位の通り、この車はファミリーカーであり、フロントフードやリアトランクに上位をつけるスイッチケースを収めることができる収納能力を持っています。また、ガソリンだけでなく、エタノールや CO2 ニュートラルのメタノールにも対応可能である。ガソリンが 15%、パラセイトが 85% の総合燃料 E85 にも対応する。で、ここに書くのが全てなんですが、この車は4人乗りかつハイブリッドカーであればゆえに構造が複雑化している。スマイルエンジンは排気量9リッターで3気筒、それにターボの加速率が600馬力を発生する必要で、イヤリスマル。しかし、動作用のイヤタイヤではなく、クランプ作戦につけた1速のモーターとのダイレクトドライブ力であり、フロントタイヤを駆動する。リアタイヤを駆動させるのはエンジンを具材のある2つのシュレッドリックモーターである。いよいよエンジンが600馬力で3つのモーター、計1100馬力で1700馬力を発生させることが可能であるということですね。で、動力性能は0から100馬力を 1.9 で、最高速度は4サップ、最低容量は 16.6kg の 800W は EV モードで最大で 50km を乗ることが可能で、AV モードの最高速度は 300km である。ジェメナはカーボンファイバー製モノコック、3つのスマートエアバッグ、ASC、トラクションコントロールシステム、ABS、ADAS2.5 と呼ばれるアシスタントシステムが設置されているということでね。とうとう車というのは、1700馬力というとんでもないぶっ飛んだ、ね、明らかに他の車と類をなす、ある意味フェラーリとかポルシェ、ランボルギーニを脅かすぐらいの、そういう車ですら脅かすぐらいのすごいぶっ飛んだ馬力を積むようになった。今のこうハイブリッドカーでね、こんなに馬力積んでるすごい車ってのはガソリンそれくらいそんな1700馬力なんて見たこともないけどね。まあ驚異な。これで、ファミリーカーだって言ってますから、いかにその、ぶっ飛んでるか、ぶっ飛んでる会社かというのがね、このスウェーデンの会社がいかにぶっ飛んでるかっていうのがわかりますけど、ケーニングセグってのはスウェーデンにある会社なんですね。だからこれで1700馬力もあるのに、ね、なんていうの、家族の車、ファミリーカーですよって言ってくれたりさ、すげえぶっ飛んでるんだけど、まあそういうぶっ飛んだ車ですね。ですからまあこんな、ファミリーカー他にはないし、こんなファミリーカーに戦う挑まれてからあっという間にちぎってしまうね。まあそれだけすごいスピードと、楽しませてくれるような車です。でこういう風になっています。なかなか面白い形をしてるし、こういうもんですね。ある意味そのブガッティですらもね、ちょっと超越させるようなデザインで、まあ、スウェーデンってのは昔からあんまり100年以上前から自動車を作ってはいたんですが、あんまり知れ渡ってないんですよね。なぜかっていうと、ああいうところは自動車メーカーとしては数が少ないので、
で、それだけ逆に言えば自動車っていうのがすごい高い存在だから、あんまり一般の人がなかなか、スウェーデンの人がなかなか自動車に乗るっていう光景はあまり、まあ、目にできないというか、本国の車に乗るってことはあんまりできないんです。だから乗ってもほぼ外車、スウェーデン以外の車に乗ってるっていうのがないかなと思うんですね。で、スウェーデンはかつてサーブっていうね、会社もあったけど、それもなくなってしまいましたし、ボルボというのもあったけど、ボルボだけが続いてるかなって感じですよね。だからスウェーデンというのは、まあこのケーニングセグっていう会社はね、以来昔から作られてきたケーニングセグが誕生する以前から、他のメーカーは作ってはいたけども、あんまり知れ渡ってない。要するに技術的にもちょっと未熟なところがあったので、アメリカとかフランス、イタリア社、そういったところに比べると、技術的な大差で負けてしまうというところがあったんですよ。そこをめきめきと上達したのがね、ボルボはスウェーデンね。ボルボはスウェーデンじゃない、ボルボはサーブ。ボルボやサーブは非常に錆に強い。それでいて、すごい耐久性が強いということでね。で、サーブに至ってはデザイン性が良くなった。まあ最近サーブが撤退した後もボルボの方はね、デザインの方がだんだんこう優れてきましたけども、まあそういったような、車のっていうのが多かったんで、どっちかというとまあ世間的にはあんまり知れ渡ってない。だからこの車もケーニングセグって言われても、あんまり日本人にはあんまりピンとこないような名前というかね、あんまり知れ渡ってないかなというところがありますが、まあなかなかこう、いい車でね、1600馬力ってとんでもないスピードを出しますけども、これでハイブリッドですからね。だからある意味、あまり電気自動車ってのはあまり甘く見ない方がいいってことですよ。まあ電気自動車って言うとね、日本で言うとプリウスとかのイメージがあるけど、プリウスとかインサイトのイメージがあるけど、まあどっちかというとね、日本の電気自動車のプリウスとかだと、まあ正直にぶっちゃけそんな速くない。遅いじゃん。ところがそれ、これとこれは逆にものすごい速いんですね。だからすごいぶっ飛んで。だから電気自動車っていうのも、最初は遅いなってイメージがあったんだけど、それをさらに改良して、いきなりすごいぶっ飛んだ仕様の車を作る電気自動車があるってことです。だからそういうのは本当にすごいなというふうにね、思います。どうなるかと思います。